ふざけんなってばよ。なんで俺が引き算になんだよ。お前にプラス材料などない。何？私と一緒にいたいから手助け子が熱くなってる。お前も鬱陶しい。どけ。うん、サスケくん、そんなやつやっちゃいなよ。そうよそうよ。え、うそ。うわ、うわり。このダチョウを相手にスキルを上げたらいいってばよ。お前何しやがる。いいから早くスキル上げろよ。お前が上げろって。お宝、あのつづろに。これってばチャンス。すごい、ナルトくん、サスケくんに差をつけちゃったみたい。にひひひ。さっきのはナルトだね。私はただサスケくん、ただ一人に認めてもらいたいだけ。私必死だもん。認めてもらえるためなら何だってできるよ。サスケくんのこと好きだから。桜ちゃん。逃がさないわよ。さっさと現実を解いて早くこんなところから抜け出すってばよ。にゃんなんとか。あー、畜生め。にゃんにゃん楽しいってばにゃ。人間だにゃ。人間が紛れ込んでるにゃ。あ、何にゃにゃ言ってるにゃ。バカか、行くぞ。あ、あいつらも怪しいにゃり。くせ者にゃ。出会い、出会いに行け。一つも当たってねえぞ。もジョーク、ジョークだってばよ。しまった、お宝が。何やってるのよ二人とも。さくら、お前に一つ聞いときたいことがあるってばよ。え、あ、いや、ナルトどう思う。ナルト、うん、人の恋路の邪魔者がすっかり板についてきて、私が宿泊してんのを楽しんでる。ナルトは私のことなんて何一つ分かってない。うざいだけよ。もう大変だったんだってばよ。うん、え、なんで。ドア。悪く思うな。分身の術なんて子供騙しだ。うっくぅ、なんでてめえはそうやっていっつも透かしてんだってばよ。黙れ、うすらトンカチ。サスケくんの集中の邪魔すんな。そうよそうよ、邪魔なのよ。そんな、さくらちゃんまで。さくらちゃんが捕まった。なんじゃこりゃ。どうなってんだこれ。くっついちまってるぞ。サスケくん、
すぐ戻るから。もう間に合わねってばよ。危ねえ。これご褒美にゃ。分かってる新猫にゃりゃ大歓迎だにゃ。これどうしたにゃり。遠慮はいらんにゃり。じゃれないと怪しまれるにゃ。これで猫またをクリアするためだ。なんか楽しいってばや。せーの。変化の術。それのどこが猫なのよ。結構自信あったのによ。変化しなくてもいいフィニー。それに変化じゃ猫語は分かんないフニュ。俺にはバレバレだってばよ。こっちだ。外れだ。お、あ。バカ。それは本物に決めろ。それも外れだ。サスケくん。じゃ片手で。ふざけろ。こんな近くで引っかかったらどうする。んなこと言ったって出るもんはしょうがねえだろう。我慢しろ。我慢できねえって。ちょっと。おかしいな。多分この道だと思うんだけど。てぇ、こらサスケ、チッタお前も探せってんだよ。稲荷はお前を探してるんだ。俺には関係ない。思い出した。おしっこ。俺もだ。離せ。シェー、引っかかったってばよ。くーい、違う。ダメ。おい、少しやりすぎだろう。ああ、ついできんじまって。っていうか、お前いつの間に。サスケ、サンダちゃん。うるせえか。やにゃ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 。帰るってんだよな。おとなしく帰るってば。くそ、出直しだってばよ。お色気の術。サスケのやつ。あいたたたたたいってあ、サスケ、まだ終わってねえぞ。サスケ、こいつでニンネコたちと会話ができるってことはにゃ。何もふなっからそう喧嘩越していかなくったって、ちゃんと話し合えば肉球スタンプの一つや二つ押してくれるにゃ。無理無理、肉球スタンプを取られること自体が猫にとっては恥ずかしいことふに。なんだと。えい、チームワークはどこ行った。だからこうして付き合ってやってる。感謝しろ、うすらトンカチ。たくまきのふなかたとんかつ。おい、どこ行く。うっせえな、しょんべんだよ、しょんべん。じゃあ、次は7班。春の桜、渦巻きナルト。やったー。それと、ウチハサスケ。イルカ先生、なんで優秀なこの俺がこんな野郎と同じ班なんだってばよ。どう考えてもこの目つき、俺を食い殺そうとしているってばよ。そんなことないわよ、可愛い顔してるじゃない。とにかくあんたがじゃんけんに負けたんだから、ダチョウの面倒は任せたわよ。なんだ、裸の写真くらいちゃんと説得すればさくらちゃんだって撮らせてくれるってばにゃ。な、さくらちゃん。撮らせるか、この変態。やっぱり話し合いは無理っぽい風に。道案内サンキューだってばにゃ。早く行け変態。
さくらちゃん、目がいっちまってる。こんなやつのどこがそんなにいいんだってばよ。わからん。てめえ、ナルト、サスケくんにガン取れてんじゃないわよ。バグ、しつけってばよ。こうなったら。ねえ、待てよ、ボク、ちょっとだけだから。甘い。私たちだけなら日暮れ前には里に帰れるっていうのにね。行ってみるってばよ。ナルト、またお前は。おお、やるな、サスケ。さすがサスケくん、かっこいい。へっ、かっこつきやがって。あんなの俺にだってできるってばよ。そこでじゃ、こいつさえつければ猫たちには同族にしか見えんのさね。そんな便利なアイテム。